カエル「芥川龍之介」「自分の今寝転んでいる脇に古い池があってそこにカエルがたくさんいる」「池の周りには一面に足やガマが茂っている」「その足やガマの向こうには」 の高い箱柳の並木が品よく風にそよいでいるそのまた向こうには静かな夏の空があってそこにはいつも細かいガラスのかけのような雲が光っているそうしてそれらが皆実際よりもはるかに美しく池の水に映っている カエルはその池の中で長い一日を飽きず、コロロ、カララと泣き暮らしている。ちょいと聞くとそれがただ、コロロ、カララとしか聞こえない。が、実は盛んに議論を戦わしているのである。カエルが口を聞くのは何も。 イソップの時代ばかりと限っているわけではない。中でもアシの葉の上にいるカエルは大学教授のような態度でこんなことを言った。水は何のためにあるか。我々カエルの泳ぐためにあるのである。虫は何のためにいるか。 我々カエルの食うためにいるのである。ひゃッヒ,ヒと池中のカエルが声をかけた。空と草木との移った池の水面がほとんど埋まるぐらいなカエルだから賛成の声ももちろん大したものである。ちょうどその時箱柳の根元に眠っていたヘビはこのやかましいコロロ かららの声で目を覚ました。そうして鎌首をもたげながら池の方へ目をやってまだ眠そうに舌なめずりをした。土は何のためにあるか草木を生やすためにあるのである。では草木は何のためにあるか我々カエルに影を与えるためにあるのである。 したがって全大地は我々カエルのためにあるのではないか。ひゃッヒャヘビは二度目の賛成の声を聞くと急に体をムチのようにピンとさせたそれからそろそろ足の中へはい込みながら黒い目を輝かせて注意深く池の中の様子をうかがった。 足の葉の上のカエルは依然として大きな口を開けながら便じている。空は何のためにあるか、太陽をかけるためにあるのである。太陽は何のためにあるか、我々カエルの背中を乾かすためにあるのである。従って全体空は我々カエルのためにあるのではないか。 すでに水も草木も虫も土も空も太陽も皆我々カエルのためにある。ん羅万象がことごとく我々のためにあるという事実はもはや何らの疑いをも入れる余地がない。自分はこの事実を諸君の前に説明するとともに合わせて全宇宙を我々のために創造した神に 心からな感謝を捧げたいと思う。神の皆は褒むべきかなである。カエルは空を仰いで、目玉を一つぐるりと回して、それからまた大きな口を開いていった。神の皆は褒むべきかな。そういう言葉がまだ終わらないうちに。

あとの騒ぎはおそらくこの池の開拓以来いまだかつてなかったことであろう。自分にはそのうちで年の若いカエルが鳴き声を出しながらこう言っているのが聞こえた「水も草木も虫も土も空も太陽もみんな我々カエルのためにある。では ヘビはどうしたのだヘビも我々のためにあるのかそうだ。ヘビも我々カエルのためにある。ヘビが食わなかったらカエルは増えるのにそういない。増えれば池が世界が必ず狭くなる。だから。 ヘビが我々カエルを食いに来るのである。食われたカエルは多数の幸福のために捧げられた犠牲だと思うがいい。そうだ。ヘビも我々カエルのためにある。世界にありとあらゆるものはことごとくカエルのためにあるのだ。神の皆は褒むべきかな。 これが自分の聞いた年寄りらしいカエルの答えである。